私は500円玉を握りしめて、このマイクラの世界にやってきた。ついにマイクラをする時が来たのだ。あなたいつもマイクラやってますよね。おはようございます、セブンです。ベルです。今回もいつも通りマイクラをやっていこうというわけなんだけど、いつも通りじゃないものが見えてますね。これは一体何なのでしょうか。これはマイクラ界のお金を表しています。現在主さんの所持金が500円ということですね。そして今1000円になりました。え、なんで？どうやら実績解除するとお金がもらえるようですね。というわけで今回は、1週間でお金を稼げールールは簡単です。1週間アイテムをとにかく集めて、それをお金に換金しまくってください。そして1週間経った時に最終的に主さんの所持金がどうなっているのか、大金持ちになっているかもしれない。もしくは今よりも所持金が減っているかもしれない。そんなことある？大富豪を目指して頑張ってくださいね。よし、わかった。とにかく7日間アイテムを集めまくればいいんだな。1億稼いでみせましょう。自分で思いっきりハードルを上げていくスタイルなんですね。ちなみに今回、他のゆっくり実況者さんも1週間でいくら稼げるかのチャレンジをしているようですよ。なんだと今回対決形式なの？概要欄からその実況者さんの動画に飛べるので、主さんとの最終結果を比較してみてくださいね。これはなおさら負けてられないな。はい、実績解除。これでさらに500円追加。もう1500円だぜ。焼肉定食が食べれちゃうよ。今から定食屋に行っていいかな、ペル君。いいですけど大富豪の夢は諦めるってことでいいですね。いやー、それは絶対に諦めちゃダメだな。はい、もう一つ実績解除。金額が2000円になったということで、ちょっと贅沢な海鮮丼も食べれるようになっちゃった。主さんはお腹が空いているようです。まず作戦一つ目、とにかく鉱石をゲットする。今回のワールド、バニラのアイテムには価値がついてるようで、鉱石系は価値が高いと見た。ダイヤとか発見できればかなりの価値になりそうですけどね。ただダイヤを狙ってるとかなり時間がかかる可能性があるからな。しかも私には物欲センサーがついている。鉱石探し以外でも色々な作戦も試したいしな。ということでダイヤは諦めますか。あわよくば出てきてくれぐらいの考えでいきます。はい。私は無欲。ダイヤがなくとも生きていけま。ダイヤよこせー。ダメだこや。ちなみに換金方法なんですけど、この出荷箱に換金したいアイテムを入れるだけです。そうすると、特定の時間に出荷が行われ、主さんの手元にお金が渡るという流れです。その時間というのは？夕方ですね。なので、最終日の夕方までにアイテム集めを済ませてください。一日ごとに出荷はあるわけでしょ？そうですね。最終日に出荷をドカッとやってもいいですし、毎日コツコツ出荷してもいいですよ。アイテムを全ロスしたら相当ヤバいですけどね。出荷箱に入るアイテムの数も限られてるしな。毎日コツコツ出荷していくか。お、なんか新しい鉱石あるけど。導入したモッドで追加された新しい鉱石ですね。その名も銅鉱石です。ツールや防具を作れるので、鉄代わりにするといいでしょう。ちなみにモッドで追加されたアイテムには、価値がついていないので気をつけてください。じゃあツールや防具は基本モッド鉱石で作ることになるな。洞窟内で時間わかりませんけど、夕方になってます。お、2円追加されたぞ。今アイテムが出荷されました。さっき出荷箱に入れた苗木が、換金されたようです。こういう感じでどんどん出荷箱にアイテムを入れていけばいいわけね。よーし、この調子で1億稼いでやるぞ。相変わらずハードルを上げています。銅のツルハシ、いい感じだね。鉄のツルハシよりも採掘速度は遅いけど、金も採掘できるからね。これは鉄のツールを作らなくても良さそうですね。銅の性能としては、石と鉄の中間といったところでしょうかね。これから銅をどんどん使っていって、ブロンズマスターになろうじゃないか。シルバーやゴールドには絶対勝てなさそうです。結構な数の金を入手できてるぞ。金は見るからに高そうだな。結構な金額で売れること間違いなしですね。これワンチャン炭鉱夫が一番稼げる説あるよね。それならこの企画ではずっと洞窟内で活動しますか？いやいや、そんな地底人じゃないんだから。村で交易したりモンスター倒したりしたいよ。そっちの方がたくさんお金をゲットできるかもしれないしな。2日目になりました。村を見つけたいなぁ。村人とエメラルドを交換しまくって、エメラルドを大量に換金する。これをやれば億万長者間違いなしだな。確かにエメラルドは宝石ですから、かなり高い値段がつきそうですね。ただ、日にちは限られています。制限時間内に村を発見できればいいんですけどね。村を探しているうちに夕方になっちまっただ。ここで出荷箱にアイテムを入れておこうか。今回は金が大量にあるからなぁ。かなり換金されるんじゃないか？53,066円追加されました。はい、来ました。ありがとうございます。今のでもう10倍の所持金になっちゃったもん。さ、主さんの目標まであと9995万円ですね。ちょっと厳しくなってきたかな？どうも、ブロンズマスターのセブンです。今から戦闘に向かいます。戦闘に寄っていたアイテムを換金して、億万長者になろうという算段です。このやり方そんなに稼げるんでしょうか？
ちなみに同剣は石の剣と同じ威力なので、石の剣で戦います。ブロンズマスターとは？実績解除でまず500円。あ、これモンスター倒してもお金が手に入るんだ。これモンスターハンターっていう職業になれるよ。落下ダメージではお金は入らないようです。自分でとどめを刺さないといけないのね。でも主さんクリーパー1体6円。ゾンビに至っては2円ですよ。主さんの目標である1億円に到達するには、5000万体倒さないとダメですよ。ちょっと厳しいねそれ。さすがに私もそんな数のゾンビは別に倒さなくていいかな。でもクリーパーなら2000万体もいかないでしょ。エッタからっていけると思ってるんですか？いやゾンビよりはなんとかなるかなーって。主さん現実を見てください。3日目に入ってまだ10万もいってないんですよ。うん1億なんて無理よ。すぐ諦めちゃった。誰もがわかるでしょ1億なんてそうそう無理よ。カラカラダイヤが降ってきたりすればなんとかなるかもしれないけどね。ちょっとピンチです私。モンスターハンターあんまり向かないかもしれないわ。っていうか労力と報酬が全然割に合わないんだよな。ゾンビよりも圧倒的に手強いベビーゾンビ倒しても、普通のゾンビと報酬変わんないもんな。せめて100円ぐらいは欲しかった。2円っても早募金ですね。あってキモブたちは私に募金をしてくれるの。たくさんの支援ありがとうございます。なお募金しつつ主さんを倒しに来る模様。支援したいのか妨害したいのかどっちなんだよ。やばい思ったよりも大群で攻められてるんだけど。だけどこの石の柱に登っちゃえばもう何も怖くない。おいちょっと待て、所持金もゼロになってんじゃんか。早くしてください、全ロスしたらやばいことになりますよ。このままだと一問なしで企画終了することになるぞ。そんな集大さらしたら全国のマインクラフターに笑われるぞ。いやもうさっきのは集大か。なあ、はっ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 は。自暴自棄にならないでください。よっしゃなんとか全ロスは免れたぞ。散らばった所持金もこれで元通りだ。にしてもお腹すいたなあ。すでに満身創痍じゃないですか。アイテムは回収しきれたと思うんだけど、さっきまで持ってたお金がどこを探してもないんだよね。もしかしたら敵モブが奪ったのかもしれないですね。マジ？あの野郎。いやっほーい。やっぱり炭鉱夫になった方がいいのかな。地道に地面を掘りまくってた方がいい思いするのかな。食料をモンスターハンターにするのは諦めたんですか？やってられないでしょ。とりあえず渓谷にある鉱石を回収しよう。ちょっとでもいいからお金を増やさないと。505円はさすがにまずい。スタート時点よりも5円稼いでます。出荷箱に入れておいたアイテムが換金された。倍になりましたね。さあ、もうすでに1週間の後半に差し掛かりました。ここから怒涛の追い上げを見せてやろう。村ジェイ、とにかく村を見つける。もう私にはこれしかない。エメラルドを大量入手するという魂胆ですね。小麦とかと交換してくれる人がいるだろうから、それでとにかく交換しまくる。そしてエメラルドを換金しまくる。いとも簡単に村を見つけてしまったぞ。それでもう私は夜には活動しない。まさか主さんベッドを作るつもりですか？夜にゾンビに襲撃されて村人全滅とか、本末転倒にも程があるでしょ。ということでおやすみなさい。おはようございます。農家のセブンです。日によってどんどん食料が変わっていってますね。小麦とエメラルドを交換してくれる村人がいたので、農作業をしている所存でございます。さあ村人さん小麦を収穫してきましたよ。さあエメラルドの価値は、300円。あれ？私の聞き間違いかな？ペル君もう一回言ってくれるかな？それじゃあもう一回エメラルドの価値を、僕の口から言いますね。300円。嘘ー。300円、300円って、鉄よりも安いぜ。え、3000円の間違いじゃなくて？正真正銘300円です。小麦が一つ20円なので、この村人と交換してしまうと、むしろマイナスになってしまうんですよね。おわ。さあ、エメラルドってなかなか手に入らないから、かなり高い値段で取引されると思ったんだけど、鉄よりも安いんですね。これでわかりましたね。わざわざ農作物でエメラルドに交換しなくとも、農作物のまま換金した方がお金が稼げるんですよ。そんなことある？いやまだわからないぞ。エメラルドで交換してくれるアイテムに、すごく高いものがあるのかもしれない。例えば、エメラルド一つで金と交換してくれる人がいたら、一気に300円から4000円に跳ね上がりますからね。そしたら損をしてでもエメラルドを交換した甲斐があるってことよ。その略っていう場合もありますけどね。そしたらもうぼったくりで私訴えます。村人沖の小島に島流しの刑にしてもらうんだ。それはちょっと嫌ですね。当然のように寝ますね。小麦を大量に作るからね。最終日の怒涛のアイテム交換が楽しみだよ。これで最終的にマイナスになったってなったらすごいですけどね。十分それもありえるんだよな。交換すれば交換のバリエーションも増えるからな。まだ希望は捨てないよ。エメラルド一つでやっと交換ですね。弓使いにとっては素晴らしい村人ですけど、これも損です主さん。損どころのレベルじゃなかったわ。そしてそのまま最終日を迎え、
結局農作物のまま監禁することにしました。目当ての村人は見つからなかったようです。これは炭鉱夫のままだった方が正解だったか？大量の農作物がその考えを払拭してくれたらいいですけどね。っていうか大きな問題があるんだけどさ、私が作った畑の小麦育ってないんだよ。どういうことなん？私は農家もダメなのかよ。やっぱり炭鉱夫のままの方が良かったみたいです。まあしかしやれることはやった。この出荷の上がり額で全てが決まる。さあいくらになったでしょうか。ということで主さんの最終金額は8172円。いえいえって言っていいのかこれ。全ロス分と合わせるとおよそ13万円ですね。主さんの目標に9987万円届きませんでした。もうその目標忘れてもらっていいから。いやでもこれは1億稼ぐまでやってみたいな。その目標に届くまで何日かかりますかね。このペースでいくと1000日ぐらいかかる計算になりますけど、やっぱやめとくわ。